おはようございます。ただいまから予算委員会を開会いたします。日程第1、議員第77号及び議員第78号の2件を一括して議題といたします。印鑑討議に入ります。9月9日の所管別質疑印鑑討議の結果による委員長報告案をお手元に配布をいたしております。少しこれ、今日ですので、私の方で、朗読させていただきまして、それも含めて、ご意見をですね、ありましたらお願いをいたします。ただいま議題となりました議員第77号及び第78号の2件につきまして審査の経過と結果をご報告申し上げます。当委員会は去る9月9日及び25日に委員会を開催し所管の部課長等の出席を求め審査を行いました。はじめに議員第77号、令和6年度宮津市一般会計補正予算第5号についてであります。島崎浜町ウォーターフロントエリア活性化事業について、この事業によって、どのような調査がなされ、何が動き始めるのか、との質疑があり、一つには、今後検討していく道の駅の拡張にかかるものとして、集客の予測や駐車場の需要の予測、また、土地のゾーニングや動線計画、施設の導入機能や規模などの概略の設計及び経済効果等の整備効果の検討、二つには検討した内容を最適な事業スキームや VFM 算定、そして PPP、PFI、事業者の参加意欲の事業成立の条件、また事業の採算性などに関する導入可能性の検討を行い、検討委員会で掘り下げて検討していく材料とするものとの、答弁がありました。また市民意向の把握の進め方はとの質疑があり、市内の関係者等も参画いただき、立ち上げた検討委員会での議論に加え、傍聴の市民からも発言をいただくなどオープンなスタンスの下で今後のも進めていきたい、また調査の中でその内容叩き台が順次揃ってくるので段階に応じて市民報告会などを行う形で検討を進めていきたい、との答弁がありました。次に、新資料処理施設の整備について、一部機能を移設しなければならない理由はとの質疑があり、新資料処理施設の整備に向けた用地の確保を行うため、支障となる原油施設の一部、脱臭設備や揚水素を撤去しなければならないものとの答弁がありました。次に、住宅耐震化促進事業について、本市の耐震化率とはとの質疑があり、今年の4月1日現在で 56.04%、今回の件数も含めて耐震改修されると 56.23% となるが、耐震制度のない住宅はまだ2700戸あるとの答弁がありました。次に、新型コロナ定期接種への対応と障害者予防接種助成制度の創設について、これまでコロナワクチンは接種券を配布されていたが、今回も配布されるのかとの質疑があり、今回は個別には接種券の郵送はしない。接種される医療機関に配置し、そこで予診票を使って接種する。いわゆる季節性のインフルエンザと同等の考えであるとの答弁がありました。また、本市における新型コロナワクチン接種後の死亡認定数や健康被害制度の認定数はとの質疑があり、本市においては健康被害制度の認定が1件であるとの答弁がありました。次に、農業用機械等導入支援事業補助金事業について、補助金採択に至った経緯はとの質疑があり、対象者となる事業主体が機械等の
必要性や導入効果、事業計画を検討された上で申請されたもの、市においては毎年農業者で組織する団体や法人、認定農業者等の補助対象になり得る方々に制度を周知するとともに、平時からの相談にも制度紹介にを行っているとの答弁がありました。委員間討議において、島崎、浜崎、ウォーターフロントエリア活性化事業について、市民との競争の第一歩として、より一層情報を届け、市民の声を集約するととの、するというところに力を入れていただきたい。また、島崎、浜町エリアの検討も4年目となるが、中、事業化につながるようしっかり取り組まれたい、との意見が交わされました。次に、新飼料処理施設の整備について、現施設が老朽化している一方、新飼料処理施設の供用開始予定も当初からかなり先送りとなっている。処理水が漏れたということになれば大変な問題となることを懸念するので、改修計画より前倒しし、進められることを期待する、との意見が交わされました。次に、住宅耐震化促進事業について、耐震診断はするけれども、実際に改修につながっている件数は少ない状況がある。また、耐震性がない住宅が約2700戸あるということは、大型地震が来た時に大丈夫かなという懸念がある。もっと予算の拡充や補助率を上げるような取り組みを検討されたいとの意見が交わされました。次に、新型コロナワクチン定期接種への対応と、障害者予防接種助成制度への創設について、副作用と効果をしっかり知った上で接種の選択ができるように、できる限りの情報を、健康被害の救済制度と合わせてしっかり市民に伝えていただきたいとの意見が交わされましたという内容です。次に、議題78号、令和6年度の、介護保険事業特別会計補正予算第1号については、今回の補正は令和5年度決算に基づく生産整理を行うものであり、特筆すべき、質疑はありませんでした。以上、朗読をさせていただきました。で、この、一応委員長案のですね、を元にですね、また追加すべき意見と、あるいはまあもっと別な意見ですね、そういったものがありましたら、今この場で述べていただきたいというふうに思います。それでは委員間討議に入ります。坂根英六さん。はい。そしたら、島崎浜町ウォーターフロントエリア、活性化事業についてというところで、要するに市民との競争の部分が、私が申し上げたのは、市民の声を集約っていう、まあ、ところは、まあ、もちろんそうなんですけども、実際、プレイヤーとなる、市民がプレイヤーとなって、ここのエリアを作っていくという取り組みにしていただきたいっていうのが趣旨でありますので、そのような表現にするべきではないかなと、ということで、この前のはちょっと意見を申し上げさせてもらったんです。ちょっと市民、競争という部分が、若干ちょっとこう、執行部の言ってたのと、私が申し上げてたのと、ちょっとなんかずれてたような感じもしましたので、その競争という意味においては、やはりそのプレイヤーとなる方、市民がプレイヤーとなって、そこのエリアを活用していくっていう、具体の取り組みを含めた、そういうエリアの設計といいますか、いう手法を取っていただきたいっていうのが、趣旨です。で、こんな意見でいいですかね。
いわゆる今、プレイヤーという文言というか、追加、補強していくということでよろしいですか。はい、そうですね、坂根英は六い、さん。はい、すいません。そうですね、プレイヤーとなる市民と共にこのエリアの構想を作っていただきたいっていうのが、私の意見です。はい、わかりました。他にございますか。はい、堀美樹さん。私もちょっとこの競争っていうところがすごく意見が多かったなっていうのはあるんですけど、その今、坂根さんがおっしゃったそのプレイヤーとなるっていうのが、その具体にこの運営を一緒に行っていくプレイヤーの話なのか、そもそもこう利用してもらうっていう意味で市民全体をプレイヤーとして捉えての発言なのかっていうのが、ちょっとその辺がわからないなって思っているのと、私の中ではその競争っていうのはいろんな考え方があるなと今、坂根さんのご意見聞いて思ってたんですけど、そのもう少しこう、まあ、市民の皆さんにも一緒に現地の、け、あの現場を見に行ってオープンな形でやってますっていう発言があったので、それをするんであれば、まあ、今回の人数じゃ少ないっていうのを感じていて、もっと巻き込んだ意見の聴取の仕方とか現場の見方とかっていうのをもうちょっとこうより広い皆さんに、市民の皆さんに関わってもらいながら意見をこう吸い上げながら作っていく方の競争だと思ってたんですけど、どういう考え方としてここにこう記載するのが一番いいのかなっていうのと、そのさっきの疑問点と思ってます。坂根英六さん。はい、おっしゃる通りで、その市民っていうのが、実際にこのエリアを使って取り組みをしてくれる方、実践していただける方、傍観者ははっきり言っていらないんですよね。その意見としては賜ったらいいと思いますけれども、市民競争っていうのはやっぱり一緒に作り上げていくっていうことが僕大事だと思うので、実際にそのエリアを使って何かを取り組んでいきたいっていう方の意見と、その方と一緒に、その方が実際そのエリアを使って何かをしていこうということを作り上げていくという手法をしていただきたいなっていう意味でのプレイヤーです。その指定管理者の方とかっていうのは、真心市とかの運営とかの部分にはなると思いますが、これの事業っていうのが、エリアになってますから、住吉公園の活用とかも、当然入ってくると思います。なんかその辺の部分も実際に動いてくださる方の市民だったり、指定管理者もそうでしょうけども、あるいは経済団体のかも、各種団体かも分かりませんけれども、実際にそこで何かを動く、そこで取り組みを進めていきたい、進めたいっていう人を巻き込んだ構想の作り方っていうのをしていただきたいなということです。長本志弘さん。はい、このウォーターフロントエリア活性化事業は、官民連携による事業化、手法の検討ということなんで、今、坂根さんが言われた、プレイヤーは、その次だと、私は思うんですけど。坂根英六さん。私もそれは最初そうかなと思ったんですけど、じゃないんですよね。この手法を作るときに、そういう手法を入れてやってるところ実際ありますから、泉大洲市で僕事例挙げさせてもらいましたけども、この段階からいかにプレイヤーとなってもらう方がここを巻き込んで事業を作っていくっていうところがすごく僕大事なのかなと思ってまして、で泉大洲の事例で言うと、いわゆる公園をですね、市民の皆さんが、例えば畑を作りたいっていうところのエリアを、実際畑を作りたい人がやったりとか、あとはビオトープみたいな、で何かをしていきたいみたいな、エリアをその市民の皆さんが、やりたい人がそれをやっていくとか、あと子供たちが滑り台みたいなを遊ばしたいというところはそういうところをやったりとか、あとはその飲食業みたいなのも、実際、この前レストランができたばっかりなんですけども、そういった民間の事業者がそこのエリアで飲食業を、自分、それも官民連携ですよ、
自分が民間で、出資をして、そこで建物を建てて、そこをあの喫茶店にっていうかカフェみたいなのをやりだしてるとか、そういったエリアの作り方をしているので、そういったことをすると市民をうまくこう巻き込んでいく手法があるということで、そこもちょっと参考にこの手法の検討を進めてもらえたらなと思います。他にこの競争というをどう作っていくかということが、あの、まあ、所管 の、 あの委員会でもですね、よく議論があったんですけど、ご意見ございませんが、はい、安田由美さん。はい、私もあの坂根委員の、意見と同じなんですけれども、やっぱりその競争っていうところで、あの検討の段階からあのいかに入っていただくかっていうことが大事だと思いますし、あの予算の中でも、あの、まあ、委員会の中でもあの意見はあのお伝えしたんですけれども、まちづくり基金が1250万ほど入っているということは、やっぱりそこの中で一緒に市民と競争してっていうところがあの重要な点じゃないかなと思いますので、あのそこは、意見としてお伝えしたいと思います。他にございますか。堀美樹さん。すいません、あのちょっとわからないんで教えてもらいたいんですけど、その泉大津の事例は私も知ってるんですけど、それをどのような取り組みの仕方をしている、そのステップ、事業を進めるステップの中で、この今の出てきてる PPP とかっていういろんな手法をの中でそれが可能なっていう話でいいんですかね。それが可能なんだったら本当に巻き込んでいってもらいたいなと思うんですけど、そのどうですか。坂根六さん。まあこれ可能性の今の段階では可能性の検討ってなっているので、あのそれが市民巻き込むことで可能と判断できればそういうことを取り入れたらいいでしょうし、もうそれができないということであれば他の手法をしていかなきゃいけないという、今はその段階かなと、うん、その予算かなと思ってます。はい、堀美樹さん。であれば私もあの官民連携っていうところで、まあ、プレイヤーと なりたい、プレイヤーになっていきたいっていう意欲のあるような方たちと一緒に作り上げてもらえるようなものにしていってほしいなと思います。他にありませんか。なければその今先ほども言うプレイヤー、まあ、あの自らがその最初からその関わっていくという、そういう今の、坂根六さんの意見を補強っていうのが追加をしてですね、処理させていただきたいというふうに思います。はい、星野和彦さん。まあ、この、補正ということで今回これ予算が上がってきまして、で、まあ、決算の方でもこの一体のところの数値が上がって審査をしております。で、これ過去のですね、事例というかですね、経緯があって、もともと埋め立ての頃からの流れがあって、で、まあ、今回このまあ、最終日に、庁舎移転の話も含めてですね、全庁で説明があるということでちょっと控えてたんですけど、まあ、ちょっと島崎の方がどうなるんだろうっていう市民側のですね、やっぱり不安もあるわけですね。宮津会館を閉鎖したんですけど、それをなかなか決まらないなというところがまあ率直なところで、で、そこに観点であって、先ほどの、まあ、議論、この、質疑の時もですね、皆さんあのこぞってそういうご意見を言われたという経緯だと思うんです。で、その整理した上で言うと、ここの部分がようやくまあ進み始めたと。で、泉佐野市っていうのがですね、実はあれも経緯がございまして、その今の佐賀人がまあ説明して、かなりあの質疑の時も言っておりましたけど、もともと駅前のあそこはビルを作るっていうので、泉佐野のですね、そこから民間活力を導入しようっていう動きが始まってるんですよ。で、そこのノウハウを持って、まあ、大阪なんで、非常に民間企業が多いです。そのディベロッパーって言われる人たちですね。ですから、
非常に慣れてるんで、それをこう宮津でも採用していこうと、まあ、要するに何社か、いい調子も出てきてるんだということなんで、ですからここでですね、成功前に進みつつあるんで、用意する側と、あとは市民側のそこの溝を埋めるっていうのが、やはり皆さんの意見じゃないかなと。で、その手法として、じゃあっていうのが、まだ PFI なのか、その、どうや PPP、いろんな種類ありますけども、どの方式でやろうかという議論に進むはずなんで、だから今回、まあ、どんな手法になっても、とにかく市民の中心だというところをもう少し表に出すべきじゃないかなということが相違ではないでしょうか。他にございますか。はい、先ほど の星野委員のですね、質疑もですね、追加という形でですね、補強をして、書き加えたいというふうに思います。次にありますか。飼料処理施設の整備についてはありませんか。はい、坂根英六さん。まあ、こちらの新資料の方はようやくこう動き出したといいますか、だいぶこれ着手が、ずれ込んできていますよね。でずれ込んだ、ことでこれ物価高騰とかで最初に想定していた事業費から言うたらものすごく、上がってきています。まあ、そういった意味で、まあ、決算の時もそうでしたけれども、いわゆる投資、交際費の関係ですよね。高年度にかかってくる、そういった投資計画っていうのをしっかりと、見据えた上での事業計画、また予算っていう組み方をしとかないと、また、この後また先ほどこの、島崎浜町のエリアの開発であったりとか市役所の庁舎だったりとか、そういったようなところを考えると、一気に投資がこう重なったときが一番また、財政の方に負担が大きくかかってくるので、そうならないような、ちゃんと事業の推進といいますか、これも新信用の方は急いでやらなきゃいけない案件だと思いますので、ちょっとこの設計とかのタイミングかスケジュールとかを見ても割とこう今回の予算では令和8年度までがで完了っていうようなじゃないので、12年度ですよね、令和12年が完了になるので、だいぶまだ完成までのスパンがかかってきますので、その後もあたりも見据えて、まあ、早期の整備をきっちりやっていただきたいなということを、お願いしたいなと思って意見を述べさせていただきたいと思います。坂根委員、この、まとめの中で、その件については改修計画を前倒しして進められることを期待するという形で、その喫抗時は遅れた、できるだけ早く進めという意見をつけさせて、意見というのが交わされたということを、ね、させてもらうんですけど、これ、はい、はい、坂根洋六さん。ありがとうございます。委員長報告でここ記入していただいてるんでいいんですけど、これの前段にその高年度のいわゆる、まあ投資計画っていうか、ちゃんと見据えた上での整備をしていただきたいっていう方が、まあ、いいのかなと。そのためのこの前倒しっていうか、ちゃんとそこを見据えた上での事業計画をしていただきたいなっていういうことを申し上げたい感じなんです。他に次ありませんか。はい、星野和彦さん。質疑の時も発言しましたですけど、僕は10年経つんですけど、になって なった時にまず最初に視察に行って、その時にもう明日にでも壊れそうなぐらい古い施設であって、まあ、その施設の老朽化っていうのが
もう少しピックアップしておいた方がいいんじゃないかなっていう、かなりもう非常にやばい状態だという答弁もありましたですから、喫緊の早くしないと、なんかもう10年前も漏れるかもしれないぐらいのご説明を受けてるんですね。ですからそこをもう少し加えた方がいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、他にございますか。先ほどの坂根さんと星野さんの考え方、あとでまたこちらの方で委員長副委員長で整理して、追加すべきものは追加していきたいというふうに思います。他にございませんか。そしたら住宅耐震化促進事業についてのご意見。なご意見なしということで、次に、新型コロナワクチン定期接種についてのご意見他にありますか。はい、久保博さん。はい、報告案で文字面もこれで特にいいと思うんですけども、特にやっぱりこのメリットが非常にこう地上波なんかでテレビなんかですね、こう知らされとって、一方ではお盆過ぎからはこのコロナで、亡くなったということで、その訴訟も始まっているということですね。ということで、そのしっかりとその両面があるということを、伝えなければならないというふうに考えますので、そういう意味では、ここに、両方の部分書いていただいておるので、文言としてはこれでいいと思います。ただちょっと重いということ意見ということで述べさせてもらいました。以上です。他にございますか。坂根英六さん。はい、文言的にはいいのかなとは思いますが、やはりちょっと数字をですね、私しっかりと出させていた、質疑の方でさせていただきました。で、最新のデータで言いますと、予防接種の健康被害救済制度の認定件数は日本全体で8153件、これが9月19日の公表、厚生労働省の公表データ、そして、コロナ接種後の、死亡者数が、835件っていう、やっぱり数字っていうのを質疑の方でも、質疑の時は777件でしたかね、の数字だったと思いますが、やはりこう増えてきてるっていう、こういったような事実っていうところの数字も踏まえて、しっかりと、市民の方にも選択できる周知の仕方っていうのを私はしていただきたいなと。で、合わせて、この健康被害の救済制度が、今年の4月、3月までは、1件当たり4000万弱の、保証を言いますか、あったんですけど、4月以降は、今、1件当たり700万に減ってるんですよね。そういったところとかも、しっかりと、この接種を希望される方が、判断できるように、できる限りの情報提供、と、あと、この前、ワクチンの方でも、明治製菓ファルマの、いましたけれども、一遍承認ということで、レプリコンワクチン、が承認されました。で、宮津市がこのワクチンを指定するっていうことではなくて、医療機関が、選定するということですので、宮津市自体がこれをどうのこうのすることはできないとは思いますが、実際の今のワクチンの、どう言いますかね、内容が今までの、ワクチンと変わってきているというところもしっかりと、医師の方には伝えてもらった上での、選択ができるようにぜひ、ちゃんとした情報周知っていうのを医師会の方にも伝えていただきたいなっていうのは思います。他にご意見ございますか。はい、
堀美希さん。はい、すいません。委員会の時に、その宮津市独自としてそのきちっと健康被害があるのかないのかみたいなところを統計値取っていった方がいいんじゃないかっていうのが意見があったと思うんですけど、なんかそういったことを今後もその今いろんな数値が上がってきている中で取り組むっていうことも考えられた方がいいのではみたいな、されたいみたいなところを付け加えてもらえたらなとは思うんですけど、その実際に把握されている件数は少ない数だったと思うんですけど、あの私の身の回りでもやっぱり打ってから調子悪いんだよねっていうような方っていうのはあの数人おられるし、やっぱその辺があのどの程度この宮津市内であの起きているのかっていうのを、まあ、取り組む姿勢もあり、あのあっていいのかなと思ってます。谷口さん、はい、安田ゆみさん、はい、ここの、あの答弁の中にも、インフルエンザと同等の考えで実施するという、まあ、あの予診票接種券の件であのそういうあの記載があるんですけども、被害の件数っていうのが明らかにあのやっぱりインフルエンザと、ま、全然違う数字があの出ていると思いますので、まあ、そこもあの市民の方っていうのはおそらくあのインフルエンザと、コロナのそのこのワクチンがどれほど違うのかっていうところもあのそんなにあの分かっておられる方ってたくさんいるわけではないかなと思いますので、その辺の数値の違いなんかもあってもいいのかなというふうに思いました。以上です。谷にございますか。横川秀也さん。はい、今回のこのワクチン接種の補正でありますので、まあ、財源等から考えても何回も繰り返しあの印鑑討議の中でも申し上げてますけど、あの国がそもそも干渉するワクチン接種事業に対して、まあ、いわゆるそのデメリットの部分、あのこの部分だけを特段数字として取り上げるということを各一自治体がするのかどうか、まあ、一つはその救済制度等もあるんですけども、それを言い出すと前にも申し上げたように、まあ、RNA ワクチンの接種が直接起因となって死亡した、これもあまり根拠がない話で、またこれは繰り返し申し上げておりますけども、すべてのワクチンそもそも 100% 安全であると言い切れない、これは当たり前のことであって、ただワクチン接種することによって社会的ベネフィットがリスクを上回るんであれば、それは当然国としてそれでじゃあ逆にですねデメリットを言うんであれば、メリットとしてこれによってどれだけの命が助かったんやと。いうところまで言わないといけなくなりますので、その数字のどうこういうのはちょっと印鑑討議の中で入れるというのは僕はあんまりやめた方がいいと思います。あくまでそのいわゆる厚労省のデータに基づいてこういったデータがこういうところで見ていただけますよという情報提供はそれはやぶさかではないというか、それはしていいと思いますけども、これに対して言い悪いっていうのは、そもそもワクチン接種は選択、その人が選択するものでありますので、そのことについてあまりデメリットだけを取り上げて市民を、まあ、怖がらせるって言ったら語弊があるかもしれませんけど、まあ、逆に言うならばそれで助かった方の説明もしないといけなくなりますのでと思います。他にございますか。安田由美さん。はい、他の事例というか、訴訟が実際起きているという話も先ほどありましたけれども、やっぱりその時に知らなかった、なぜ知らせてくれなかったんだみたいな話がやっぱりあるというのは伺います。なのでやっぱりできる限りの情報を提供するっていうのは大事なことではないかなというふうに思います。まあ、それはただデメリットだけでいいということではなく、正しくというか、まあ、正確にある情報をできる限り配慮して提示するっていうのは大事じゃないかなというふうに思います。以上です。他にございますか。
なんか、両論みたいな形に、このイエスかノーかの形の意見が出てるんですけどもね、まあ、私自身としては、もう、まあ、委員長報告を書かせていただいたのは、まあ、いろんな意見が出てですね、まあ、まとめるにも困ったところなんですけど、要するに、打たれる方が納得して、いかに納得して、この、選択できるという。こういうところを、まあ、一番大事に しながら書かせていただいたもんなんですけれども、まあ、そういう意味で、まあ、できればこのまま生かしてほしいなと、両論兵器になるんですけれども、させていただきたいなと思うんですけど、まあ、後ほどまた委員長副委員長の中でそれを相談させてもらって対応さ修正案をですね、示させていただきたいというふうに思います。はい、横川秀也さん。政府委員長の方で、素案出してもらっている印鑑討議の内容で、僕はいいと思いますよ。はい、坂根英六さん。委員長報告の内容は、私もこれでいいと僕は思います。ただ、その印鑑討議の今、中で、やはり意見を交わしておかないといけないと思いましたので、今ちょっと申し上げさせていただいたと。ただ、その質疑の中の文言のやつは、ちゃんとした数字のデータっていうのを入れていくべきじゃないかなというのは僕は思いますけどね。実際に質疑を交わさせていただいたので、という。他によろしいですか。じゃあ次に行かせてもらいます。これで終わりか。介護保険の特会はありますか。特にないですか。はい、あ、よさ、失礼いたしました。その他ここに書く書いてある以上、その他これ以外にもですね、ぜひこの反映させたいという意見を反映させたいということがありましたら、ご提案願います。はい、星野和彦さん。ちょっとこの委員長報告が今朝配られたんで、前の日にはできれば欲しかったんですけど、3、4ページに同じこのことが書いてある印鑑討議のことをこれは言ってるんですかね。ダブってるんですけど、だからまだこれかね。いや、この日のってことの、これは終わった後の。はい、そうです。9月9日の終わったときに、指したものをですね、ここに反映させてもらって、提出させていただいております。で、これで、まあ、確定というのは、今日は、その時は確定、委員間討議ということです。はっきり、それではなかったので、今日はっきりした委員間討議ということで、結果をまとめさせてもらったということです。はい、はい、星野和彦さん。はい、まあ、ちょっとそれだけまず確認して、先ほどちょっと本なんですけど、住宅耐震化促進事業ですね、これ、まあ、2700戸、まだ耐震性のない住宅があると、で宮津市の戸数っていうのが、8000戸ですか、ほぼあって、今回これが補正できたっていうのは、やっぱり1月のその、輪島の能登半島の地震ですね、これの影響が大きいと。いうところで、まあ、補助も国の方からで大きく出ますんで、まあ、それが一番大きな理由だと。だからまだまだニーズがあるという捉え方だと思うんですけども、ちょっとそれを書かないと、これだけ見ると耐震構造の数字だけで今までとは従来変わらないかなっていう。今回はまあ特殊要因として、でなおかつ今度は水害も出て、やはりこれは需要が増えていくんだろうなっていうこともあるんで、まあ、次もまたほぼ出てくる可能性は高いと思うんですが、やはりまあその背景もちょっと加えられた方がいいんじゃないかなというふうに思います。意見の交わされたということで4ページですか。
ただいまの、住宅耐震化促進事業のですね、2ページのところは、まあ、これは質疑っていうのか、質問があって、理事の答弁があったということで、4ページのところからその意見が交わされたことで、まあ、2700個ということで大変だなという危機感をですね、表しているんですけれども、この意見交換のところを補強ですか。はい、星野和彦さん。まあ、質疑の時にもこれやってまして、まあ、自分で言うた内容でもあるんで、まあ、どちらにつけてもと思うんですが、まあ、実際に枕言葉として2ページ最初の方に入れといた方が分かりやすくないかなっていうことです。分かりました。じゃあこの報告案以外に載ってない番付ありますか。よろしいですか。あ、ちょっと待って、小野孝之さん。ということじゃないんですけども、島崎浜町ウォーターフロントエリア活性化事業について、まあ補足の意見です。先ほど星野委員の方から、まあ、どんな手法であっても市民中心ということが必要というそういう、まあ、ご意見がありまして、私もまさにその通りだというふうに思います。でその上で7月にこれ活性化委員会が第1回の活性化委員会が開催されたというふうに思うんですけども、そこで傍聴者の方からご意見をお伺いしてますと、傍聴者についてもですね、島崎、浜口ウォーターフロントエリアこの事業について意見を求められる場面があったということで、まあ、非常にその傍聴者にも意見を言う機会を与えられて非常に良かったというふうな感想もお伺いしておりますので、まあ、そういったことも含めてですね、やっぱり市民と その今後、意見を十分聞いていってですね、少なくともこの事業がですね、市民の知らない間に一人歩きしていくということにならないようにですね、これはしっかりお願いしておきたいなというふうに思います。補足です。はい、他に松本隆さん。診療処理施設の整備に戻りますけれども、まあ、この補正予算を図る上で、まあ、今回この補正予算額が5000万円相当上がっております。その中でその半分の過疎対策事業債でこの被災で2500万円ついております。まあ、こういった関係から、今、物価高騰の中で、まあ、いかにして、この整備費においての抑制を図り、実施をしていくのかということでは、こういった、議論も交わされたということで、つけていただければと思います。他人ございますか。横川秀也さん。議論というか、4ページからの印鑑討議の、この間のまとめで政府の方で素案出していただいていると思うんですけど、文言的なところで、新資料処理施設のところの3行目の処理水が漏れたということになれば大変な問題となることを懸念するのでというこの部分の文言、もうちょっと言い方があるんじゃないかなと思うんで、ちょっとここは再検討いただきたいなというのと、住宅耐震化促進事業のところの、4行目のところのこの大型地震っていう大型っているのか、小型はいいのかっていう、まあ、その大型をなんであえてつけたんかなと思って、その2点だけです。また政府でご検討いただいたらいいと思います。よろしいですか。他にもありませんか。
なければ、採決入ってよろしいですか。それではないようですので、議題77号を採決いたします。原案の通り決することに賛成の皆さんは挙手をお願いします。全員賛成で原案可決と決しました。次に、議題78号、令和6年度介護保険事業特別会計補正予算第1号について、改めてご意見がありましたら、よろしくお願いします。ございませんか。内容ですので、議題、78号を採決いたします。原案の通り決することに賛成の皆さんは挙手をお願いします。全員賛成で原案可決と決しました。日程、第2閉会中の継続審査及び調査の申し出の件について議題といたします。それでは、閉会中の継続審査及び審査の申し出について、今後も委員会の運営等に関して議題等の整理をしていきたいと考えておりますので、ついては申し出書を提出したいと思いますが、賛成の皆さんは挙手をお願いをいたします。全員賛成により可決いただきましたので、継続審査及び審査申し出書を提出することといたします。以上で本日の日程は全て終了いたしました。これで予算委員会を終了いたします。15分間休憩。すみません。最終的な委員長報告の文案は委員長副委員長にご一任願います。ご苦労様でした。